わらび座はふるさと秋田の文化を応援します。劇団わらび座の小松志乃です。同じく黒木真帆です。この動画では私たちわらび座が皆様へ秋田の誇る西馬音内の盆踊りの魅力をお届けします。短い動画なのでぜひ最後までご覧くださいね。夏といえばやっぱり盆踊りだよね。日本各地にいろんな盆踊りがあるけど、秋田に日本三大盆踊りにも数えられる盆踊りがあるのは知ってる？もちろん西馬音内の盆踊りでしょ。わらび座の舞台でも何度も取り上げているよね。かがり火の中で独特の衣装を身につけた女性たちが妖艶に踊る姿がとっても素敵だよね。そうだよね。深くかぶった編み傘にあでやかな羽縫衣装、亡くなった方を思わせる彦佐頭巾に藍染めの踊り浴衣、衣装が特徴的なんだよね。そして何といっても魅力的なのは踊りそのものの美しさ。やーとーせーという独特な節で始まる演奏とともに、ゆったりとしたテンポを取る踊り方、特に手を大きく反らすことの美しさが見る人を魅了するんだよね。そうだよね。あとさ、日が落ちてから祭りの衣装に身を包んだ人たちが集まってかがり火の列を挟んで行き交うように踊る、あの雰囲気がたまらなく素敵なの。うんうん、魅力がいっぱいだから初めての方にもぜひ見てほしい盆踊りだよね。そうだね。夜のかがり火の中を歩いているとなんか昔の世界にタイムスリップしたような気持ちにならない？なるなる。とっても歴史を感じるな。歴史については諸説あるけど、約700年前に豊年祈願やお盆の供養のために始められたんだって。へー、とっても歴史のある盆踊りなんだね。そうなんだよね。幻想的な盆踊りの芸術性も高く評価されて、国の重要無形民族文化財にも指定されているんだよ。この地域で育った子どもたちは小さい頃からこの盆踊りに慣れ親しんで、大人になってからは自分の子どもたちに伝えていくの。そうやって昔から今につながってきた伝統文化なんだよ。そうなんだ。日本の三大盆踊りの一つって言われるのも納得だね。そうだよね。私もまた現地で見てみたいな。この動画をご覧いただいた皆様もぜひ西馬音内の盆踊りにお越しくださいね。お待ちしてます。